はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね、皆様に僕からお願いがあります。ね、動画の最初にも毎回言ってることなんですけども、献血にご協力をお願いいたします。はい、新型コロナウイルスの肺炎の、ね、影響でですね、さまざまな環境に影響が出てきています。そしてね、献血センターにもね、影響が出てきてしまっていてですね、各地のイベントがね、自粛されているので、献血バスってあるじゃないですか。そういうのもね、参加できなくなってるんですよ。で、大手ショッピングモールとか、大きい駐車場とかでもね、献血カーがバーって来るじゃないですか。そこでね、皆さん献血お願いします、献血お願いしますって言うんですけども、そういうね、イベントにもね、参加ね、できてないんですよ、献血カーって。そのため、その現在ではですね、献血に参加していただける方々が、すごい少なくなってきてるんです。なので、その全国的にね、輸血用の血液がね、不足してるんです。病院でね、輸血用の血液をね、待っている方々もいてるんですけども、それの供給にね、支障をきたす日がね、これからね、このままやったら来てしまうんです。なのでね、その献血センターやったら、献血人さんがね、いただけますので、感染症防止とかね、衛生面っていうのは万全の体制をね、取ってますので、安心して献血センターに来てください。まあ、僕自身、その白血病という病気になって、さまざまな方のね、献血に助けられました。なので、献血の大切さっていうのは誰よりも感じています。そしてね、現在入院されていて血液を待っている患者さんがね、たくさんいらっしゃいます。まあ、僕もね、参加したいんですけど、献血にね。でもね、一度病気をしてしまったので、二度と参加することができなくなってしまいました。なのでね、このように呼びかけることしかできません。一人でも多くの方々にご協力いただけるとですね、一人でも多くの患者さんの命が救われます。皆さんご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。